ミーコラス・ロメリス大学は、リトアニアの首都ビリニュスにある、国立大学。2004年に設立。大学の名称は、リトアニアの法学者、裁判官で、リトアニア共和国憲法の父と呼ばれる、ミーコラス・ロメリスに由来する。ミーコラス・ロメリス大学は、リトアニアで、ビリニュス大学に次いで2番目の規模を誇る大学で、2009から2010年度は2万1000人の学生が、在籍している。 大学には6つの学部と40の学科があり、70以上のコースが用意されている。大学での研究はボローニャプロセスの原則に基づいている。主な研究分野は、法学、行政学、経済学、経営学、心理学、社会福祉、社会政策、社会学、教育学。2010年6月24日から26日。 数百人の学長や総長を招待して、国際大学協会の年次総会、グローバリゼーションの時代における高等教育の倫理と価値観、学問が果たす役割とはが、ミーコラス・ロメリス大学のキャンパスで開催された。この総会は、国際大学協会がミーコラス・ロメリス大学と共同で開催した。2003年9月16日、ミーコラス・ロメリス大学は、 大学大検証に署名した。ミーコラス・ロメリス大学は200を超える海外の大学や研究所と連携している。また、国際大学協会、欧州大学協会、欧州法学部協会、欧州国際、教育協会経済、協力開発機構高同教育機関管理プログラムの正会員でもある。また、 ミーコラス・ロメリス大学には英語の修士課程プログラムや英語の学部プログラムもある。英語、ドイツ語、フランス語による165の授業が留学生を対象に開講されており、留学生は欧州単位語完成度の単位を取得することができる。経済学部で行われている若手、投資家用成特別講義や法学部での若手法律家用成特別講義は、 特に中高生の間で人気である。ミーコラス・ロメリス大学は以下の研究所を設立している。ありがとうございます。